はい、始まりました。石門ジャップ TV。 水の呼吸ならぬダゾーンの呼吸、ダゾーンのオープニング、何かと気に入っている石門ジャップ。本日のトークテーマですが、2021年 J2 リーグの第2節と第3節、今更感はありますが遅れ気味で簡単に振り返っていきたいと思います。ではまず第2節の結果と順位はこの通り。この2節を一言で表すならば、黄色ユニフォームチーム不調なシーズンの予感とありますが、千葉に栃木に北九州と勝利なし。特に昨シーズン躍進した栃木と北九州に関しては、主力級の選手が抜かれまくった影響があるかもしれません。そして千葉に関しては相変わらずの千葉っぽさ。J1 昇格を争う他サポ目線で言うと少し安心しました。そして順位を見てみると、最下位に黄色の2チームが1位2位のワンツーフィニッシュと、上位1位2位に関しては2連勝を達成した新潟と琉球、攻撃力の高いチームが上位を占めている2節となっております。そして次、各試合結果を一言メモで振り返っておりまして、気になる試合だけを読み上げていきます。まず大宮 VS 甲府、0対2で大宮が敗戦、甲府が勝利。一言メモとしては、セットプレー2発で甲府がらしさを見せた効率の良い勝利。守備は固く、攻撃はリスクを犯さずにしっかり点を取るあたりは、まさに近年の甲府らしさが出た勝利なのではないでしょうか。それに対して大宮に関しては、ゴールキーパーの服装が気になりすぎて他何にも入ってこん。なんでフィールドプレイヤーのユニフォームの選手と互い違いの色合いにしたのか、なんか違和感がすごい。迷走する大宮を象徴しているようなゴールキーパーのユニフォーム、そこにつきます。そして他で気になるのは、栃木 VS 秋田、0対1で栃木敗戦、秋田が勝利となっておりまして、一言メモでは、デザインセットプレーで秋田 J2 初勝利、自慢の守備力も発揮とありまして、まずはおめでとうございます。カテゴリー上がってすぐに勝ち点3を取れるのは自信になると思いますし、今節の勝利なんてまさに秋田らしい勝ち方。栃木に対してボール支配率が 46% というのが、もう秋田というチームをスコアも含めて物語っているなと感じました。そして次、他で気になるのは相模原 VS 群馬、0対0の引き分け。一言メモとして、相模原 J2 初勝ち点、対する群馬2試合連続 J2 大先輩の意地を見せつけられずということで、まずは相模原 J2 初勝ち点おめでとうございます。カテゴリー上がって即連敗するとなると、チームとして自信を失うことになりそうなので、価値ある勝ち点1だったのではないでしょうか。それに対して群馬は開幕戦の秋田に引き続き、今節の相模原 J3 から昇格してきたチームとの連戦で1勝1分け。昨シーズンの終盤戦の好調から見ると、2連勝したいチームだったのではないでしょうか。そして次、京都 VS 松本ですが、0対0の引き分け。一言メモとして、バッチバチ戦う姿勢を前面に押し出された最高の0対0の無得点試合。点は入らずとも見どころたくさんの試合、こんなに面白い0対0の試合は久しぶりでした。ですので皆さんもぜひダゾーンで見てほしい。また個人的にこの試合に関してはレビュー動画も上げておりますので、よかったらそちらを見てもらえると嬉しく思います。そして次、東京 VS 山形、0対2で東京ヴェルディ敗戦、山形が勝利となっております。一言メモとして、いつも簡単そうなゴールを決める男、なぜそこにいるベニシウス・アラウジョとありますが、こぼれ玉2発を叩き込み勝利したわけですが、昨年からこの選手はなんでこんなに点を簡単に取れるのかと思うぐらい未だに不思議な選手。こぼれ玉が非常に多く、いい位置にいる。ディフェンダー目線からすると、一番いられたら困る位置にいるといったところでしょうか。昨シーズンに引き続き得点量産の予感がします。そして次、今節最も注目試合ですが、新潟 VS 長崎、1対0で新潟勝利、長崎敗戦となっておりまして、一言メモとしては、昇格候補長崎あっけなく敗戦、新潟が2連勝で首位に、その代償に本間志音選手退場で次節出場停止とありますが、上位トップ6に入るであろうチーム同士の対戦、新潟は2連勝と幸先のいい出だし、セットプレーでの得点が決勝点になるあたりが上位対決っぽい。特に新潟は監督が続投となっており、昨年のサッカーの上積みがあるので本命になるかもしれません。それくらい今の新潟は強い。その反面、長崎が開幕から2戦目の敗戦っていうのは意外でした。そして次、今節のサプライズ結果試合ですが、岩田 VS 町田、1対3で岩田敗戦、町田が勝利となっておりまして、一言メモとして、岩田がまさかの開幕2連敗、監督解任ファースト候補疑惑とございますが、この試合は岩田が完全に自滅したゲーム。開幕に引き続き開始10分以内の失点、ゴールキーパー張った選手のパスミスが全て。たとえ岩田といえども、サッカーの先制点献上ミスを取り返すのは至難の技であることが証明された試合だったかなとも思います。そして次、今節のベストゴール誕生試合ですが、琉球 VS 山口、2対1で琉球が勝利して山口が敗戦となった試合の琉球の先制点、
阿部選手と風間選手の広大なワンツーフィニッシュ、風間選手のクロスをファーサイドで阿部選手がワンバウンドをうまく合わせて、かつゴールにねじ込む技術力、本当に素晴らしかったです。体を投げ出していることが深さなかった要因としても挙げられると思いますし、ストライカーとしてのセンスを感じます。そしてこのゴールは風間選手のクロスに阿部選手が合わせるという構図以外にも一つポイントがあって、風間選手がクロスを上げる前に風間選手に相手の選手がアプローチしようと体が動いておりました。どっちのボールになるか五分五分の状態だったんですが、その風間選手の横を後ろから走り込む味方の存在があったので、相手のディフェンダーが風間選手以外のその選手が気になってしまい、体が躊躇してました。よってプレッシャーに行ききれず、風間選手が余裕を持ってクロスを上げることができた要因としても、2人だけではなくチームとして得点を取っているシーンだと思ったのでピックアップしました。そして次、最後に次節の注目試合を取り上げます。松本 VS 山形、石丸監督&大型補強チーム同士ダービー。松本無失点記録を伸ばせるのか、それとも得点王ベニシウス・アラウジョ選手が阻止するのか。石丸監督がかつてコーチとして在籍していた松本に対して、今回は敵チームの監督として凱旋するので楽しみにしたいと思いますし、松本の固い守備を山形がどう攻略していくのかも含めて楽しみです。そして最後に得点ランキングですが、先ほど名前が挙がっていた山形のベニシウス・アラウジョ選手が1試合2得点の活躍で東京ヴェルディの小池選手と同率の1位に躍り出た第2節となっております。以上、第2節の振り返りはここまでにして、次第3節続けて振り返ります。そんな3節を一言で表すと、第3節時点でもうすでに下位チームは下馬評通りとありまして、降格枠の4チームに愛媛、山口、北九州、栃木と、まあ納得。開幕前に私は順位予想していたんですけど、降格予想の下位4チーム中すでに3チームがそこに割り当てられてしまっている現状。もし予想動画が気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご視聴していただけると嬉しく思います。そして他に気になるのは、開幕3連勝を達成した新潟と琉球が1位2位の構図は前節と変わらず、どちらの連勝が先止まるのか、できればどっちとも止まることを個人的には望んでおります。また他で気になるのは、相模原が3試合で無得点、エースのホムの選手が復帰しておりましたが、そろそろ点を取らないと守備陣のモチベーションを保つのが難しくなってくるので、早く点を取りたいところ。そして次、各試合の一言メモを読み上げながら気になる試合だけをピックアップしていきます。それではまず、長崎 VS 愛媛1対1の引き分け。一言メモとして、あれ？長崎どうした？対する愛媛は相変わらずゴールキーパーが大活躍。キーパーがセーブの部分で目立つのはチームとしてあまりよろしくないと思うところもあり、愛媛からいいゴールキーパーが要請される理由としてはピンチが盛りだくさん。ここによるところは嫌な意味で大きいかなと。その分長崎が仕留められなかったのが個人的にはもったいない試合だったと思います。そして次、山口 VS 新潟、1対2で山口敗戦、新潟が勝利。一言メモとして、新潟開幕3連勝、大型補強の山口に対して貫禄勝ち。アルベルト体制2年目で首位のチームらしくなってきました。その反面、山口は新監督と大量の選手補強から、今は我慢の時期かもしれません。そして次、岩田 VS 水戸、3対2で岩田が勝利、水戸が敗戦。一言メモとしては、安藤選手のゴリブル発動も、岩田が今季初勝利とありまして、岩田にとっては遅すぎる今季初勝利。それに対して水戸は2対3という負け方が秋葉監督率いる水戸らしい印象を感じます。そして次、群馬 VS 琉球、0対2で群馬敗戦、琉球勝利。一言メモとして、琉球開幕3連勝、沖縄を象徴するあの男の凱旋弾も炸裂。これはもう赤嶺選手、こんなに早く点を取るとは思ってもいませんでした。しかしこのゴールを生み出したのはほぼ阿部選手のバックヘッド。1点中 0.8 点分は阿部選手の取り分にしたいくらい。本当はこのゴールを今季ベストゴール認定したかったんですが、前節選んでいるので、今回は省かせていただきました。そんな赤嶺選手のゴールを生み出した阿部選手のヘディングですが、ゴールと逆方向から飛んでくるボールに対して、ゴールから逃げるようにしつつゴールに標準を合わせる職人技。フォワードの選手らしいヘディングの技術が本当にすごすぎました。そして他で気になるのは、大宮 VS 京都。豪雨の影響により中断となっておりまして、この試合は3月24日水曜ナイターに代替試合。スコアは当時の状況を引き継ぐので、開始は前半19分から、スコアは0対1で大宮がリードを許し、京都がリードをしている展開で再試合とのことです。そして次、今節の第3節、最も注目試合をピックアップします。町田 VS 東京ヴェルディの東京クラシック、2対2の同点。一言メモとして、東京クラシック、町田の楽勝ムードかと思えば1点。PK から流れを持っていた東京ヴェルディが同点に追いつき終戦。
2対0でリードしていた町田ですが、 PK を与えたファールは正直ボールとは関係ないところだったので、少し厳しい判定だと思ったのが正直なところ。よって東京ヴェルディにとっては有利に働いた判定。これで一気に流れが東京ヴェルディに傾いたので、2得点一気に取って最終的には2対2。町田にとっては悔やまれ、東京としてはラッキーな形で追いつけた試合だったかなと思います。そして次、今節のサプライズ結果試合をピックアップします。千葉 VS 秋田、0対2で千葉が敗戦、秋田が勝利となっておりまして、一言メモとしては、千葉 71% のボール保持率も秋田の堅守崩せず、秋田は昇格組とは思えない2連勝で試合巧者っぷりを発揮。千葉自体がそこまでボールを保持するチームではないものの、保持率が 71% っていうのは、それほど秋田が徹底して堅守、そして速攻というスタイルを披露していた現れなのかなと。結果スコアも0対2ということで、秋田としてはしてやったり、千葉としては J2 の番人として意地を見せつけることができず、秋田は J3 から上がって1年目のこの J2 のシーズン、完全にもう馴染んでいるなという印象を受けます。そして次、今節のベストゴール誕生試合、松本 VS 山形、1対1の同点の試合ですが、山形の同点ゴール、加藤選手のゴールがベストゴールだと個人的には思います。右サイドと左サイドの選手が中に入り込むダイレクトプレーはお見事と一言メモとしてありまして、松本のペナルティーエリアに山形の選手が一気に入ってくるので、この松本としてはダイレクトで山形の選手が繋いでくるというのもあって掴みづらかったと思いますし、山形の選手、この右サイドと左サイド、確か右サイドは山田選手、左サイドはミッドフィルダーの加藤選手、この両ワイドが中にペナルティーエリアに入ってくるとなると、迫力も素晴らしかったですし、パスのテンポもかなりレベルが高かったので、まあ、ベストゴール認定妥当なのではないかなと思います。そして次、次節の注目試合をピックアップします。琉球 VS 長崎、第4節の試合でありますが、勢いの琉球か、それとも自力の長崎か、琉球開幕4連勝で勢いだけでなく本物の実力を証明できるのかとありますが、相手が長崎ですので、この長崎に対して勝利して4連勝達成したとなると、琉球今シーズンの力本物っていうところが証明できるのではないかというところで、注目の試合として挙げさせていただきました。そして最後に得点ランキングを振り返っていきますと、1位小池選手、今節2得点を取っており、4得点のダントツの1位。小池選手は開幕戦の2得点に引き続き、今節も2得点ということで、複数得点を取るあたり、ベテランの選手ながらも得点力がだんだんとアップしており、2019年も2桁得点以上を確か取っている選手ということで、まあ、この選手がどこまで得点を伸ばしていけるのか非常に楽しみです。以上、J2 第2節と第3節の簡単な振り返りでした。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。